おはようございます。2024年10月21日月曜日、朝時刻は6時30分になりました。ちょっと駆け足でて読んでいこうと思います、えー。ラントリップマガジン、ブルックス、ランニングシューズ3選おすすめということが出てますね。では、なぜ痩せたい、痩せないの,のヒントはここに、高性能おすすめ体、体組織、体組成系 体蘇生系。今売れてるショルダーバッグ、おすすめランキング、お出かけの定番、人気モデル。と、次ですね。イベントえ、土浦市、市岡市、ニス、ニクフェスやマルシェキャラクターショー。まあ、昨日ですね。どうしても今週末、来週末の予定をぜひ、今度ちょっとなんとか調べていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。え大阪イベント、大阪マラソンプレイイベントで市民ランナーが、 ですね、東京も昨日都心であのマラソンが行われていましたねはいえマツダがファンイベントを開催往年の名車 787B も橋走行わこれはいいですねあのチョロ Q とかになってましたよねお祭りではないかな特に、えー、配信は テレビ派有料動画配信派アニメに関する調査2024年ヤフーニュース。いや、みんな配信じゃないですかこれは。次。アイドルマスターポータル。アイドルマスター。えー、結合男子ラインスタンプ配信開始。なんでしょう結合男子って。触れてみる展覧会山梨県立図書館にて。 今年の秋の東京は大注目なモネスイランの時、桜桃子店など、なんかニュースが出ますね。ではでは、ピックアップを。眩しすぎる君が暴走した映画。ジョーカー2を攻めてはいけない理由。えっと、東京アートブックフェア東京都圏で美術館で開催。 奈良の小さな村が36組参加の周遊イベント奈良県東部の自然豊かにあふれる、えー、東吉野村で11月1日よりクリエイターたちの、えー、イベントが行われそうですね。アダース地区建築物再生可能エネルギー利用促進計画そうですよ。平成ジャンプそれから美術 関係のやつですね日曜美術館「厚みへの道しるべ画家田中一村そうですね今やってますからねあの東京都美術館でね秋の季節は結構涼しいから上の美術館まで歩く距離は短いんじゃないかなと思いますけどですねそれから健康はですね近未来健康 活躍社会戦略。<laughs> すごい名前つけましたね。デジタル化グローバル化という大革命の時代の中にあります、まあ。いつの時代も大変革時代とか言いますよね。まあ、いつも変革していきましょう。波に乗,り乗り越れないように。次はですね、えーと。健康促進デイ。自分の健康を知る血流や血管年齢などを測定するブース。歯磨きについての相談。 とかいうニュースがありますね。歯磨きについて、いや、定期検診、今週行くんじゃないかなと思いますけど。シネマタイムプラス、プラス、アイ、アイミタガイ、アイミタガイ、ドックデイズ、君といつでも、いつまでも。っていうのがニュースが上がってますけど、き初めて聞きますね、全部ね。はい。クミニタチアートセンター2024年。それから、 中華屋なのにカツ丼がうまい。西新宿の老舗中華、えーと、と、きわのカツ丼が人気。ときわのカツ丼。えー、いいなぁ。いいなぁ。ちょっと新規ウィンドで開いとこう。新規違う。新規タブで広かない,といけないね。えー、っと、開催は、スマホの勉強会じゃなくていいかな行ってきた 板橋最大のお祭り、板橋区民祭りに初日に行ってきた。20日も開催。え、昨日までか。えー、と、生ワンタンラーメン専門店、フォレストモール、京田辺店。京田辺店。どこでしょう京田辺って。宇治。やっぱりそうですね。京都。生ワンタンラーメン屋さんがあるそうなんで行ってみてください。では、ファッション評論家。他には、えー、と、大谷翔平。 双子タレント、それからお出かけは、気になるお出かけスポット、モアウェブ。秋の景色も日本も感じられて大好き。お出かけしたい。お出かけスポット教えてください。今売れてるショルダーバッグ、おすすめランキング。秋の定番、お出かけの定番、ショルダーバッグ。いいですね。えっと、渋谷の街がランウェイにリメイク。テーマは学生に。 え学生デザイナーら作品を披露ランウェイ渋谷ファッションウィーク2024年秋昨日か来たかったな渋谷スクランブルウェアシャボン玉の演出、えー、11月7日から11月12月25日とパソコンがまた、えー、冷レファンが回り始めてですね、えー、うるさくなってきてしまっていますが聞こえますよねピックアップしたのどうしても シェアしたいといとうのはどれかなお出かけスポット日光いるほどか山梨県川口湖本栖湖キャンプ、えー、東京銀南イチョウ、まあ、銀南イチョウは匂いますよね、はい、ショルダーバッグおすすめランキングファブラボノースフェイスジオフェイスポーチって、えー、いうふうに1位ブル,ーシュブ,リブルーシンク シンクレシンカーえブルー、ブルー、なんていう名前なんだろう。ブルーシンカー、シンカー。財布と小物の人気。これが人気みたいですね。軽量発水。いきます。おすすめランニングシューズは、一番上にオンシューズがありますけど、ブルックス、 ナイキ全部それぞれのブランドが、アシックスと出てますけど。ランニングシューズ欲しいな。テレビ有料配信派アニメに関する調査マーケティング IT メディア。で、1日あたりのアニメ平均時間を聞いたところ、1時間以上と解体し回答した人、ユニカミ、全然答えられてない。<laughs> えっと <laughs>。えー アニメをみんなで見てるよっていうことが書いてありますね。パーセンテージが出ています。おすすめの英語を聞いたところ、コ,コナン、ワンピース、おしのこ、天生スライムなんてことが書いてありますけど、どうですか皆さん見たことありますか次は、荒川線いやいや、これはいいですね。そして、あ渋谷のライブハウスの音をニュース 以上、今日このニュースをお届けいたしました。今日皆さん一週間頑張っていきましょう。応援しています。僕もとても頑張っていきたいと思います。良い一日をお過ごしください。曲流すの忘れてました。今日。またまた。